お、今タイムフリーで今夜分かる。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。めっちゃ髪染めに行きたい。明日行きたい、行きたい。なんか流れ星流れた。うわすごい、ありがとうございます。すごいすごいすごい、ね、ラスカルさんありがとうございます。めちゃめちゃ飛んでる、すごいすごい。この3時間ぐらいずっと不安やった、ごめんね、みんなを不安にさせるようなことを。あすごい、ともくんありがとう。あ、お仕事なうですか。すごい、七夕仕様のギフトかわいいね。そして昨日なんですけど、皆さん何でしたっけ、 AKB 新聞さんのあのやつ8位に入らせていただけてありがとうございます。まずもう10位以内に入ったことがすごく嬉しくて嬉しいです。はい、まあ、ね、1位とは結構差があるんですけど、でもあれですね、最後まで10位以内に入ってたいなってすごい思います。そしたらね、ちょっとなんか審査員特別賞とかもあるんで、もしかしたらワンチャンあるかもしれないので、皆さんぜひ最後まで応援よろしくお願いします。嬉しい、本当に10位以内に入りたいと思ってたけど、ちょっと無理かもしれないって心のどこかで思ってたから、本当にありがとうございます。めちゃめちゃもう飛んで跳ねて喜びました。本当にありがとうございます。でも本当に嬉しかった、本当にありがとう、もうみんなラブ、めっちゃ嬉しい。一日一夜ずっと行こうかなのかな。本当に自信なくて、なんかそう無理かもって結構思ってたから、なんか1回でも10位以内に入れたことがすごく嬉しいです。ありがとうございます、ありがとう、本当に嬉しいな。一日一夜ずっと効果あるかな、今日どうしよう、ネタがねもう尽きてるんだよね、かなり。やっぱ1ヶ月もう経つかな、ちょっと限界ですね、ぼちぼち。制服とかに頼ろうかなって思ってます。みんながよく知ってる私の家にある制服、どう思います、ありだと思いますか。でもなんかちょっと画面の調子悪くて、もうちょっといい時にやりたいんだけど、ネイルしてるけどハゲハゲです。そろそろ塗り直さないと、今日まだなのよ、昨日の続きのあざといもうなくない。そう、3人お揃いのやつで、そうあれで行こうかなって思って、あれでいつか行こうと思ってるんだけど、今日にするか明日にするか、制服は邪魔しない。あの曲の逆バージョンですね。ねえ画面の調子悪いの、むくむくむくみ、そうなんかね、寝る前あざといみたいなのもやりたいんだけど、そういつも先にお風呂入っちゃってね、撮る前に、あーもうダメだって思うんだよね。だから今日あたり忘れないでいけるようにっていうのは思ってます。そういえばずっと雨ですね、雨予報やばくないですか、なんか一生雨予報気がめいりますね、とっても。寝る前あざといねやりたいんだけど、いつも忘れちゃうんだよね。雨雨雨で、なんか梅雨遅くない、今梅雨なの、梅雨なのかな、まあそう1週間ずっとね雨だよね。梅雨ってこんな遅かったっけ。ここ最近のあざといはできたけど、ほんと嬉しい、一緒に寝よう的なね、それはめっちゃありですね。梅雨、梅雨7月20までは、長っ長っ、
ポッキーのやつは友達の提案で、そう、友達が撮ってくれようとしたんですけど恥ずかしくて結局自分で撮っちゃいました。去年は8月、梅雨ってそんなに長かったっけ。梅雨、うん、別に何でもいいじゃん、何でもいいじゃん、分かんない、とても分かんない。あと何ですかね、なんか顔テカりすぎてちょっとあのファンデーション取りたい。ファンデーションここに、あっちのカバンに入ってる。横が出て笑った思った大間違い、本当にもう辛い。何嫌いなんだけど、梅雨。映画の顔合わせ、あ、そうです、映画の顔合わせをさせていただいて、台本読みみたいな、結構でも場当たりみたいな感じでしっかりやらせていただいて、なんかそうですね、私この AKB に入って演技するの初めてなんですけど、なんかすごく久しぶり、演技自体はめちゃめちゃ久しぶりなんですけど、それの割には結構奇抜な役なのでちょっとドキドキしながらやってます。どんな役かは本当にお楽しみにしてていただきたいですね。みんな爆笑すると思い、私的には。お、竹猫さんありがとうございます。そうですね、あとなあ、特に何もないけど、これから定期的に、いや、もう次は撮影に入るので、タツとの絡みも多少あるかな。頑張ります。え、今日マジブス最高じゃない、大丈夫そう、ん ちょっとファンデーション取ってきます。うえ、どこいせー。私今は早く雫公園出たいなって思いますね。雫再開されたので嬉しい、早く出たい。そう、下はもうめんどくさいので基本的に下は着替えません。200ポイント、直樹さん200ポイント全部ありがとうございます。本当にありがとう、マジで嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。最近ね、二重が微妙な時はアイプチをするっていう技を覚えたんだけど、アイプチめっちゃ下手くそなんだよね。 K は黙秘、ジュクロね、確かにジュクロもうちょっと踊りたかった気もするな。でもまあなんか、もしコロナがもうちょっと収まって16人バージョンできるようになったら戻れるんですかね、わかんないけど、そしたらまたできるのかなってちょっとだけ思います。こんばんは。まあとにかく何を置いても早くコロナ収まれって感じですね。愛しさ丸めて、愛しさ丸めていいよね、かっこいいよね。私も一回やりたいけど、でもあんなかっこよく踊れない。アイプチ、でもいや今回綺麗にできたかも。
いやでもなんか結局このなんかノリタイプのスって目つぶった時バカ汚いんですよね。なんかシールのやつなくしちゃって、へえ怖い。なんか今さまざまな都合ですごくむくんでるんですよね。久しぶりか、めっちゃ久しぶり久しぶり。久しぶりな久しぶり。なんかさ、一回一週間やらないとさ、なんか次いつやっていいか分かタイミングを見失っちゃってさ、あ汚い。ほら見て、下向いた時のこの目が汚いの分かる？これ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 自分で見えないけど、そうこれめっちゃ汚いよね。いや私マジでお酒飲まないんですよ。なんか本当になんか飲みたくなくて、なんか人と一緒に飲むのならっていうか、人と一緒でもあんまり飲みたくない。なんかさ、飲むと一日終わるじゃん。私の一日はもっと長いんだって思っちゃうんですよね。いつでもやっていいんやで。いやーなんかね、なんか一回やらないとめんどくさいなという感情が芽生えてしまう。やったら楽しいんだけど、やるまでがめんどくさいっていう、あのちっちゃい頃の塾みたいな現象になっちゃうんだよね。ちっちゃい頃塾とかバドミントンとかなんか行けば楽しいけど、行けば楽しいけど行ったら行くまでがめっちゃ億劫みたいな感じの。わすごい、めっちゃ飛んでる、ありがとう。直樹さんありがとうございます。あ、羽馬さん七夕のやつありがとうございます。そう、この感覚だと思ってください。そう、動き出すまでが一番ハードル高いのよ。仕事も何でもそうだよね。動き出しちゃえばなんか楽なんだけど、動き出すのが一番ね面倒っていう。そう、あんまりねお酒飲みたくないんですよね。勉強したくて、夜に勉強、夜中になんかいろんな動画とか見ながら勉強するのがすごく好きで、そうだから判断力を鈍らされたくないんですよね、お酒に。髪切りに行くのもそう、わかる。あ、待って、髪切りに行くの予約しようかなでも私は今めっちゃ染めたい、染めってかめっちゃ汚くて今このね頭のてっぺんが真っ黒なんですよ。ちょっと許せない。ガールズセレクションポイント申し込み、ありがとうございます。宮本さんありがとうございます。そうなんだよね、やれば大したことないのよ、やっちゃえばね。ちょっと待って、マジで汚い、下見ると場が汚いんだよね。あ、言葉良くない、言葉遣い良くない。頭のてっぺんが肌色。あ、それに関してはノーコメントってことにしておくね。ね、私でもすごくコロコロと変えるんですよ、あの美容室を。だからどこのさ、どの美容室が良かったか全然覚えてなくて、切らなくていいかな。なんか長さは全く変えないんです、変えたくないんですよ。変えたくないんだけど、でもなんかアホ毛は切ってほしい。アホ毛じゃないわ、枝毛は切ってほしいっていうか、ちょっとだけ毛先は切りたいかなって思うんだよね。でもこの毛先カットだけに3000円とか出すのもなって思うんですよね。悩む。
でも前髪、でも前髪今ちょうどいい長さだからな。いやでももうちょっと切っとかないですぐ伸びるしなとかいつも考えちゃうんですよね。どうしようかな。どうしようかな。あった美容室って難しいよね。始めようかと。パン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 。でも今回あれも行きたいんです。なんだっけ、まつげが上がるやつ、まつげパーマ、まつパもしたい。ねえ、どうしようかな、どうしようかな。あ、でも安い方で登録しといて行ってから追加すればいいや、もしやりたけりゃ。美容室行くタイミング一緒。何かに向けて、いや本当はね、一昨日撮影があってその時に染めてたかったんですけど、ちょっと時間なくて。そう、今時間あるからせっかくならなんか行ける時に行ったろうかなと思って。まつげパーマはそうめっちゃね楽なんだよね。なんか前自粛期間の全然外出ない時にやっちゃって、そうめちゃめちゃ無駄にした感があったから。卒論の調子はまあ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 、なんかちょっと順調めかな、どちらかといえば。あざといの毎日見てる、ありがとう。この前の廃棄のやつ、仕事のやつ、そうでした、めっちゃ頑張ってね。でも寝たの結局3時とかで、睡眠時間1時間ちょいぐらいで出かける羽目になりました。なんかもう習慣づいちゃって3時以降じゃないと寝れない病気なんですよ。だから3時以降にしか寝れません。私は頑張ります。もう無理です。30分ずつぐらいこう日に日に縮めていかないと無理かもしれない。今ここであざとい取っちゃう、それは病気というやめて、あざとい取るものがないんだよね。なんか特にお題もないし、今着替えるのめんどくさいし、制服にしますか。今日はワンちゃん、あの寝る時の寝る前お休み系あざといが取れるんじゃないかなと思ってて、そうだからちょっと制服はこのにしようかな。日が当たってる時の方が綺麗に取れるしと思って。Thank you.
ドキドキしてもいい。だぞ。ドキドキって許可制だったんだ。取らずに寝ちゃうに、いや今日中にあげなきゃいけないからそれは頑張ります。ね、でもまつげパーマって高いな意外と。どうしようかな、どうしようかな。でも髪染めるだけに家出るのもなって思っちゃうんですよね。いや行っちゃおうかな、ちょっと奮発しちゃおうかな。いつぶりの配信だい？ 2 週間ぐらいかな。新しい漫画探し。確かに。でももうこれ以上家にね漫画を買うとね、お母上に怒られるからな。今生きる、もしも待っちゃった。某写真集置いてるやんね。 GS 終わってもあざとい続けてください。いやー勘弁してください。もうしんどいっす。頑張りました私は。もう終わったら、まあたまにね、もしかしたらね、たまにねすることはあるかもしれないですけど、もうちょっとね。東京リベンジャーズはなんか家族みんな読むかなと思って親切心って買ったから、そうそうそう大丈夫。そう、もうねネタがないから、もうなんかとりあえずもう出すしかねえぐらいの気持ちで出してる時もあるんで。これはってネタが思いついた、そうそうそれくらいでねやろうかなって思います。なんかあんまりねあれでも面白くないじゃんね。あーロング料金あるとこか、やめようかな。そう、私もうとうとうロング料金取られる長さかもしれない。胸下ってさもう超えてるよねワンちゃん。ちゃ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 。
そう、長いとね追加料金があるんですよね。ロング料金があるの、ハゲ料金確かに短い料金があってもいいじゃんね。そうなんだったらね、時間悩む。逆にそうね、短いならねあれだよね、取らなくてもいいじゃんね。短い人は先約確かにない。あなたハゲですのでお安くしてきます。それは言えないね、鋼の心を持ってるね。それはね、昨日はユッキーナの感動的な配信が、いや本当に寂しいんだけど、私もうちょっと本当に寂しい。なんで永遠に寂しいです。私はいたかったなって思います。悲しい、ピエン。ね、成人式イベント一緒にねいろいろしたのにね、え、それお水着も発表してダメージがすごいよね。愛媛ツアーで雪だね、恋天使の尻尾踊ってた時が懐かしいですよね。この前まで一緒にねやってたのに。1時半起きよう、頑張ってお昼には。 You can do it。 確かにそうなると私の配信予告めっちゃ怖いね。失礼。なんか本当に久しぶりにやったけど特に話すことはない。もう次は寂しいねって言われると、もう私は特に変わったこと何もしてないんで。元気ですかって、普段のゲリラの行いが、そうね、普段の行いが悪いからね。755今落ちてるの？卒論の愚痴？今あんまりないかな。
バトフェス、あれあれですね、レイちゃんが3位に入ってましたね。すごい、レイちゃんのポップティーンめっちゃ楽しみ。絶対可愛いじゃん。でもレイちゃんってなんかすごいお上品な顔してるんだけど、意外となんかこうポップティーンのさ、ギャルっぽい感じともちょっと合う気がするから楽しみですね。韓国っぽい感じも絶対合うから楽しみでしかないですね。でさ、これさ、めっちゃさ鎖骨いい感じに見えるよね、この服。お気に入りけど、なんか丈が年々短くなっていってるから不安ですけど。痩せる宣言ね、痩せてるからそのままでいいのにな。最近はそうですね、丈短くない、私がでかくなってるのか服が短くなっていってるのか分かんないんですけど、最近シティダンクっていう、いやいやいまだにずっとハマってまして、なんかあのランク戦があるんですよ、シティダンク1知ってる、シティダンク2なんですけど、知ってる方がどれくらいいらっしゃるのか分かんないんですけど、シティダンク2でね、あのランクマッチっていうのがあるんですね。で、私は必勝一人でプレイしてる一人プレイヤーなんですけど、もう一人プレイヤーだと限界があるね。マスターから上に行ける気がしません。なんか化け物いるめちゃめちゃ強い化け物がいて、そう、皆さんもぜひやってください。めっちゃおもろいんですよ、一生やっちゃう。だから最近はちゃんと自分で時間を決めてやるようになりました一生やっちゃうから。今日はね、残りのね、今日までの課題が大量にあるというね、失態を犯してるからやらなきゃいけない。やばーい、そのつらい、勉強の合間に休憩とか思ってさ、1試合だけやろうと思ったら気づいたら5試合ぐらいやってるから、このまま課題していただいてもその状況で配信してる、いやなんか割と2時間まだ今日時間あるじゃん、今日はまだまだあるじゃん時間が、だからなんとかなるかなと思ってやってまーす2000人いったら終わるかな、課題やりますということで。なんかすごい風が吹いているが頭の中でもある。前髪さ、こういう女にかき上げ系女子になりたいな、かっこよくない？一生に一回くらいはなりたいかき上げ女子。何かあると掃除したくなる、そう、そんな感じ。あるのは分かってるんだけど、なぜか配信しちゃう。なんか今日かき上げ女子に慣れてるくない、こう。あー、それについてはみたいな痛い。
言い訳できるように防衛本能。なるほどね。池村エイトの長澤まさみさんそんなわけ。センター分けかっこいいよね、男の人の。でもあれ難しそう、セットめんどくさそう。男の人のセットの仕方って本当わかんないんですけど、なんか大変そうですよね。なんかいろいろあれがあーなんで語彙力ゼロ。おお、いいんじゃね。こういう系統で攻めてみようかな。いや、なんか男の人は短いから短いでなんか大変そうね。すごいなんか仕事できそうじゃない。あ、その件に関してどうなってますか。締め切りあさってみたいなのでよろしくお願いしますって言いながら鼻かいてる私ニューエラー。なるほどね。でもあれだね、かき上げ女子になろうと思うと眉毛をしっかり描かなきゃいけないからちょっとあれですね。戻そう、元が楽元が楽。雑誌の編集確かに。雑誌の編集さんとかでも本当に大変そう。憧れるけどね。憧れはするけどもって感じですね。うっせーは。な、2000人いった2000人いったら終わるって変な話だけどね。スタバのねコーヒー買ってに歩くんでしょ。渋谷の街よね。私の仕事ができる系女子に対する偏見ということで、そろそろ終わりたいと。いや待って、今日のあざとい仕事できる系女子で攻めるのいいな、ありだな。ちょっともう一回やろうか。ちょっとここで撮っちゃおうかな。ブラック、でも仕事できる系女子にどういうこと言われたら燃えますか。なんか初心はあれなんですけど、毎日つける言葉がね大変なんですよね。スタバ地域の飲んでない、なんか育ちあれだなと思ってこれ秘密ですよ。育ちって思ってる部分ありますね。え、ボサボサに見えるでしょ。写真で見たらそんなボサボサでもないか。巻き髪、いい感じの巻き髪に見えるから、意外と。こんなちょうどいいところにルーズリーフ。何言われたら燃えますか。何を言われたら燃えるかが問題ですね。いいね、ちょっといいね。なるほどね。ご飯行こう。普段は厳しいけどこの後ご飯行こう。でもちょっとオフィスっぽい感じがいいからな。優しい上司みたいな感じで、わからないとこあったら何でも言ってねみたいないや厳しめ先輩女子から後輩男子に一言みたいな一言教えて。
まるまるくんこれ今日中にやっといて。それ燃える？今のアリーだよね。分かんないとこあったら何でも言ってねっていう。燃えませんよ。いやだ、燃えるセリフをください。ください、ちょうだい、ありがとう。あー難しいな。何ですかね。ね、意外と難しいでしょ。みんな今考えてる、難しいでしょ。あざといって難しいんですよ。しかも動画じゃなく写真とね、一言で表すっていうのはね、意外とね、厳しめ女子から先輩に、そうでしょ、厳しめ女子からさ後輩に優しくみたいなこともさ、一言で表せって言われたらさ、全然できないでしょ。だって厳しめ先輩は自分のこと厳しめって言わないじゃん。あ、と思ったらいいの思いついたかも。いつも怒ってごめんね、今日は一緒に飲みに行こっか。でもちょっと長いんですよね、一言もいがね大事だと思うんですよ、私的には。想像力をかき立てるの一言がね、まあ難しいの意外と。ぜひ一緒に考えてみてください。何ですか、俳句作るより難しい。今ちょっと怒ってる風の先輩をやってます。無理、怖い、怖いのできない。まあいいや、こんな感じで。ちょっとどうしますかね、なんか あれですかね、ちょっと今日分かんないとこあったら何でも言ってねっていうのの下に取り付けで、まだそんな仕事もできてないのっていうバージョンも上げちゃおうかな。それはそれでありかな。なし？怖いのはなし？みんな的に。でもフィルター変えたいな。ミルキーウェイ。本当は君のこと頼りにしてるんだよ、はあ、でもそれいいと思うんですけど、なんか仕事感が急に出ない気がするんだよね。
だ仕事してるの？今日は一緒に帰る約束じゃん。とかどうですか？これは王道あざといね。あれ付き合ってる設定な。まあどうですかね。ギャップをね極めるとしたらどうですか。ちょっと思いついた。ちょっと見てね。まあなんかこういうこの写真はちょっとよそよそしい感じじゃないですか。だからこれを今日は何でもわからないことがあったら聞いてねっていう感じのやつにするんですよ。そして明日か、まあ別に今日続けてもいいんですけど、これで就業後さっきのやつにする。なんかまだ仕事終わらないの、今日は一緒に帰る約束じゃんっていう、実は続いてたみたいな、どうですか。もう苦肉の策すぎる。苦しんでる。私めっちゃ苦しんでますけど大丈夫ですか。毎日考える。辛いでしょ。天才だね。いや後のだけだと仕事感が出ないじゃん。じゃあ2日間それで行こうかな。シリーズか。こう見ると髪長げえな。シチュエーション大事でしょ。だってなんかちょっと面白くないよね、片方だけだと。もう今終わらしちゃおう。全部顔が右向いてるのがキモいな。どうしようかな。まあいっか。ああどうしようかな、どうしようかな。わからないとかあったら何でも聞いてね、あとで。どうしようかな。二人っきりで教えてあげるよ、あとで。何でも聞いてね。だけだとなんか物足りない気がするな。確かに
なんかちょっとギャグっぽくなるな、個別指導してあげるとかだとギャグだよね。うーん、何でも聞いてね。二人で残業しないわ、なんか残業喜んじゃってるからさ。ね、ちょっとギャグに走るでしょ。どこまでギャグに走らずいけるかだよ。わからないとかあったら何でも聞いてね。君にだけ大事なこと教えてあげちゃう。君にだけ。できたらご褒美。っていう感じの距離感でもないんだよね。どうしよう。明日のやつにつなげるならそんなに足さない方がいい気がするんだよね。ああ、今度のコンペ二人で頑張る。そうだね、いいね。ちょっと長いな。いいや、もうこれで。私の一日一夜ずつ言えば一言が基本だから、わかんないけど、なんか勝手に自分で規約決めて自分で自分の首絞めてるけど、まあ明日の方がね、ギャップでもな、なんか続けてギャップってなんか私の一日一夜だと流儀に反する気がするな。自分ですごい決めて首絞めてますけど今。なんかね、反する気がするんだよね。いっか、今日中に全部出しちゃおうかな。ダメ。いや、めっちゃこだわりがあります。めっちゃこだわって頑張ってますよ意外と。まあ、あのめっちゃめんどくさい日はあのなんか既存の自撮りを適当に使ってますけど、どう思います？今日中に全部出しちゃった方がいいと思います？明日に続けてもいいと思いますか？久しぶりに顎を尖らせる過去、まあ、それもね、終わったらやるよ。悩む。今日中に全部やっちゃうか、明日に続けるか。まあ1回くらい続けてもいいのかな。1回ぐらい続けるのはありかな。明日のネタに困らないのは続ける方だよね。てかしばらく分のネタが確保できるもんね。あー、今日は1個だけでいっか。なんかいっか、いいね、よし。だって私適当になって写真持ってさ、なんかあれですよね。あ、のぞさん、ハディーク、ありがとうございます、ラブ。あ、すごい、もらってたのに全然見てなかった。トゥースさん、ありがとうございます。
とめちゃんすちさんありがとうございます。ゆうすけかいさんスターありがとうございます。元気さんなんだっけ、さっきから七夕のやつありがとうございます。おやひさん星もありがとうございます。よし、松さん流れ星ありがとうございます。締め切りに追われてるコピーライター、そう季節感皆無でマフラー巻いてくれたけど皆無すぎる、よくないそういうの、季節に合わせて生きていかなきゃいけないから。今ツイートしたのでぜひ一日一夜ざとえの方拡散よろしくお願いいたします。もしあの時間あったらツイッターのリプとかも返していけたらいいなって思ってるので、たくさんリプとかしてくださると嬉しいです。ちょっといいねね最近全然できてないから、ちょっともう一回気合を入れ直して私自身も頑張っていこうと思うので応援よろしくお願いしますね。ちょっと、ね、今日は私が一日一夜ざとに謎のこだわりを持つ時があるっていうね、なんか変なこだわりを見せてしまいましたけどまあめんどくさい時は本当にめんどくさがってるんで、そんな苦しんでないで大丈夫です、安心してください。って感じです。春元先輩はい、ということで課題しようと思います。ありがとうございます。ということで、何ですかね、何ですかね、キャッチフレーズをやろうと思います。春だけど雪、ありがとうございます。徳島と私の魅力を目指すのもとに届けに行きます。徳島県代表春元雪です。ありがとうございます。ということでランキングを読みます。13位ピンク亀尾さんありがとうございます。12位中身さんありがとうございます。11位ペングミンさんありがとうございます。10位ウッディさんありがとうございます。9位幻さんありがとうございます。8位ジョーさんありがとうございます。7位トゥースさんありがとうございます。6位まさみくんありがとうございます。5位羽生馬さんありがとうございます。4位ゆうすけかいさんありがとうございます。3位直樹さんありがとうございます。2位ともくん、雪丸は雪丸推しなはず本当ありがとうございます。1位元気さんありがとうございます。元気ありがとうございます。ということで何ですかね、終わろうと思います。課題頑張ります。バイバーイ、ありがとう。また今度はね2週間とか空けずに配信できるように頑張ります。バイバーイ、ありがとう。